新型コロナワクチンの3回目の接種を促すため兵庫県は今日から大規模接種会場を2か所開設しました。兵庫県で確認された新たなコロナ感染者は昨日およそ4ヶ月ぶりに900人を超えました。オミクロン株の市中感染も拡大傾向です。県はワクチンの3回目接種を本格化させるため西宮市の西北接種会場と姫路市の旧姫路市文化センターで大規模接種を再開しました。接種対象は2回目接種からの間隔で分類され6ヶ月以上経過した医療従事者高齢者施設入所者と7ヶ月以上経った一般高齢者それに8ヶ月以上経過した18歳以上64歳以下の人です。接種を受けるには原則接種券が必要です。ワクチンはモデルナ製で1日あたり500人ずつ受け付ける計画です。